はいどうも、皆さんこんにちは。ということで今日はねちょっと時間ないんですけど、短時間でねこの坂道ダッシュをやっていこうかなと思います。でですね、実は最近僕はスランプに陥ってまして、いろんなことを考えすぎてしまっていて、逆にですねどうやって体を動かしたらいいのか、走るってどうやったらいいのかっていうことが、分からなくなってしまっていたんですけども、そのね原因がちょっと分かったんで、それをね今日は説明していきたいと思います。はい、最近ですね僕が意識していたのがその乗り込み動作なんですね。乗り込み動作、乗り込み動作って一言に言っても軸の作り方だったりとか設置の位置だったりとか、誘客ですよね。誘客の使い方や、それに伴った腕振りとかいろいろな要素が絡み合ってくるので、これがとても難しいことなんですけど、ただですねあまりにも乗り込み動作を意識するあまり、設置の瞬間だけをねこう意識して考えてしまっていたんですよね。この瞬間、もうこの瞬間です、はい、それで結局ですねその動きがそこで止まってしまって、その後のね動きがスムーズに、足を回転させることができなかったっていう感じになってました。で実はこれ野球とかでもそうなんですけど、野球のピッチングね、大事なのはこの球をリリースするこの瞬間も大事なんだけど、軸足にね軸足に乗って 100% 軸足に乗って、で重心移動と同時に、この腰がねこの回転、体が回転していくこの前半の動きっていうのはすごくね大事だと思うんですけど、陸上もまさにそうで、設置の瞬間だけを意識するのではなくて、もうその動き自体はその前の段階からねもう決まってきているんじゃないかなっていうふうに思いました。ですので一つ一つ動きを意識していくっていうことは大事なんですけど、陸上っていうのはね足は常にこうやって回転して体は動いてますので、その全体の流れ一連の動きを意識しながら、練習していかないとダメかなと思いましたんで、今日はそんなことをイメージしながらね坂道ダッシュ、30メートルを3本と50メートルを3本ぐらいですけどねやっていこうかなと思います。おっす。はい、ということで皆さんもあまりね考えすぎてしまうとこう視野がね狭くなってしまいますので、少しね広い視野で、いろんなことをね考えてもらいたいなと思います。ということで最後1本 100m をね、全力で走って今日は終了したいと思います。それではまた。